ビューライナーは、アムトラックの主に、シカゴ伊東の長距離列車で用いられる1階建て客車である、ビューライナー客車とも呼ばれる。製造時期によって、ビューライナー1、ビューライナー2の愛称が付けられており、ビューライナー1は、アムトラック沿線の都市名の一つ、インディアナポリスと名付けられた、試作食堂車を除いた全車が寝台車で、各社にビューの語を含んだ愛称が付けられている。一方、 130両が製造される予定のビューライナーには、食堂車、寝台車、荷物車と食用車の合わせ作り車、全室荷物車を含んでいる。2014年現在、ビューライナーは、座席車及び、軽食堂車のアムフリートと共に、アムトラックの1階建て客車の代表的車両として運行中である。ビューライナー寝台車の試作車。赤、白、青の3色からなる。 フェーズ3塗装をまとう。スーパーライナーとヘリテージ客車の高さの違い。ビューライナーの車高は右側のヘリテージ客車と同程度に抑えられている。1980年代、アムトラックは1940年代より運用されてきた旧式のヘリテージ客車の置き換えを考えていた。アムトラックでは1979年より新造客車の決定版として2階建て。 スーパーライナーを増備していたが、この客車は車高が高すぎ、車両限界の関係で、米国東部各線のニューヨークペン駅やボルチモア駅に乗り入れることができなかった。そこでアムトラックはバッド車との共同で、モジュラー構造を活用した新型の信頼車を呼び、食堂車の設計を始めた。これはユニットバスのように別個に作った内装設備を、 各車両に装着するというものである。これにより、メンテナンス性の向上や、改装のしやすさといったメリットを実現できた。側面にはこのためのハッチが設けられ、ビューライナー系列の特徴となった。スーパーライナーとは異なり上段寝台の乗客のための窓が設けられているため、上下段両方の寝台から、外の景色を眺められるようになっている。ビューライナーの導入当初、 アムトラックは向こう10年間で仙台町にわたる車両の組み立てを計画していた。ビューライナーの試作車は1987年から1988年にかけバッド車供給の部品をもとにインディアナ州ビーチグローブ工場で組み立てられた。その内訳は寝台車2台と食堂車1台8405号車であった。これら試作車は シカゴ・ピッツバーグ・ワシントン DC を走る夜行列車、キャピトル・リミテッドで1988年より運用を開始し、2002年まで定期列車で用いられた。2014年3月、62,091号車に改版されていた2,301号車は、アメリカン・ビューと名付けられ、検測車となった。この時、14号車に再改版されている。この車両は、 後ろ向きの座席と大きなガラス窓を備え、乗員が路線を見られるようになっており、補線要員による線路の検索のほか、アムトラックの社長、幹部などの公式仕様にも対応している。試作食堂車についても、後日の通り階層の上現役復帰している。ビューライナーの客室ビューライナーの客室ビューライナーの最初の量産車は、1995年から1996年に、 かけて、アメレール、モリソン・クヌー船により製造された。アムトラックの1980年代の原案は、総計500から600台を製造し、うち100台を、寝台車、残りを、座席車、食堂車、ラウンジカーとするものであった。これが実現されれば残存する、ヘリテージ客車を一気に置き換え、ビューライナーのみからなる編成を組むことが可能であった。しかし、 金箔材製菓のアムトラックは、うち50代の新台車を製造することしか,か、叶わなかった。これは、バッド社が、鉄道車両製造からの完全撤退を決定する、一因ともなった。ビューライナーの設計は、アメレール、モリソン・クヌー戦にわたり、ビューライナー・アイの製造は1996年に、完遂された。この時、並行して、ボンバルディアにより、 スーパーライナーの造備車にあたるスーパーライナー2の製造も行われている。ビューライナーの巡工は垂れ流し式便所を有する大半のヘリテージ新台車が退役するのにちょうど間に合った。1990年代から2000年代にかけてビューライナー新台車はアムフリート座席車及びヘリテージ食堂車と根結され東海岸地域の1階建て客車列車として活躍。 2014年現在においても引き続いて運用されている。ビューライナー2荷物車、フェーズ3と呼ばれる1980年代から1990年代にかけて使われた古い塗装が用いられているのが特徴ビューライナー2は2014年から計130両がカフにより製造されている。ビューライナー1で製造された信頼車や試作車が作られた食堂車に加え、 荷物車、荷物車、食用車の合わせ作り車が新たに生産されている。当初は2015年までに全車が完成する計画だったが、実際は2016年末までに荷物車と食堂車1両しか完成しておらず、残りの車両は2017年8月から2018年9月の間に出場する予定に変更されている。米国東海岸の典型的な アムトラック編成ビューライナーは前日のニューヨーク及びボルチモアの境外トンネルに対応しているため、その運用は米国東部の長距離や高列車を中心となっている。一方シカゴ以西の区間にはこのような制限がないため、より大型のスーパーライナーが用いられる。ビューライナーの運用区間は北東海路線を含むが、そこからさらに北、西、南方面へと伸びている。 前述の通りビューライナー I はほぼ信頼者のみであり、アムフリート座席車及びヘリテージ荷物車、食堂車と編成を組んで運転されることが多い。唯一の試作食堂車である8400号車は、アムトラックのビーチグローブ工場において2011年11月に全面的に改装され、シカゴとニューヨークを結ぶレークショア・リミテッドでの営業運転に充てられている。この車両の建造、 運用で得られた情報は、ビューライナー2で増備された食堂車に活用されている。ありがとうございます。